はい、4月の22日。はい、4月の22日。朝の魔女のひな、行ってみたいと思います。皆さんおはようございます。三郷オーストリッチファームのコニタンです。はい。ということですので、今日は風が強いんですけど、はい、頑張って行ってみましょう。はい、今日は土曜日。ともちゃんはお休み。農場長と僕での作業になります。はい。あと今日土曜日だからお兄ちゃんはいる。はい。風がね、強いんですよね。風強いし、風が強いのもあるし、天気がちょっと怪しいですよね。昨日、一昨日のこの何、暑さ、季節外れの暑さとは打って変わって、今日は曇り空、そして寒い。ねえ、つなぎの通気性がいいのはいいんですけど、急に寒くなると寒いですから。着るもんが重いんで。じゃあ今、はい、すっかり毎度同じこと言ってますけど、緑が美しくなってくる季節になりました。はい、風が強い。そうですね。そして餌置き場というか餌やり小屋移動しました。今度からみんなこっちから取ってね。はい、ありがとうございます。さあ、おはよう。はい、おはよう、おはよう。お、珍しいな、メスを追っかけ回してたね。もうそういう時期になった君たち、早いね。はい、おはよう、みんなおはよう。卵がない。しゃがむ、しゃがむとあれらしいよ。しゃがむと卵を産むらしい。はい、今おじいちゃんは芝刈りをしてくれていました。今日はなんか卵が情けな感じ。どうした？ぼーっとしてた？ダチョウにもたまにはぼーっとしたい時もあるよね。毎日毎日疲れちゃうもんね。はい、おはよう。おはよう。今日は寒いけどね。はい、元気にね。立派な巣が掘られてる、ここ。雑草もだんだん生えてきた。さあ、おはよう。最近この子も真っ赤になって発情期真っ盛りって感じなんですけどね。立派な卵産むんだぞ。さて、ここはどうだ？おお、巣に座った。卵産んだりするのかな？こうやってなんか巣に座って卵を産むんだって。怪しい。こうやってさ、朝の見回り中にさ産んでくれるのが一番ベストなんだけどね。こうやって都合よく産んでくれるわけではないね。立っちゃった。まあ、いつかこうやって朝の見回り、夕方の見回り中にね、産卵の瞬間を収めることができればなと
思います。みんなもそれ見たいだろうしね。踊ってる踊ってる踊ってる。いや、求愛をしていたのか、もしくは自分がここにいるよ、自分が偉いんだぞっていう孤児なのか。さて、どちらでしょうか。そこのところはまだわかんないですね。フラッタリングしてくれるね、優しい女の子なんですよ、この子。興味ありげにめっちゃダッシュでこっち来たけどね。よし、何もない。おはようございます。卵ないっすよ。さて、ひなちゃん、さて、生まれたんですね。さ、今日はまだまだ続くんですね。あ、卵はない。今日一個も卵ないな。またゼロじゃ。タカタカタタタラスタタタタタラタタ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 。いやー、すごいな。こうして雨風がしのげて屋根がついたことによって、そのね、雨が降った後の地面のぬかるみとかでね、ダチョウが、足を滑らせたりすることが防げるので、まあ、飼育的にもね、いい影響を得られるのではないかと。踏んでの屋根付けですけど、みんなおはよう。まあ、それもあるし、僕たち飼育員が雨の日に作業がしやすいっていうのもあるよね。これ朝さ、毎度さ、乗るの何？毎度乗るよね。何なんだろう、俺の方が上だとかそんな感じなの。はい、ちなみにこの子はオスです。名前はスプラ君です。毎度乗るよね、メスに。はい、ということで朝の見回りでした。皆さん、今日もいい一日をお過ごしください。チャンネル登録、そして高評価の方お願いします。今後もダチョウの飼育員の日常をお送りしたいと思います。それではバイバイ。